随分大丈夫ですか。私たちはもう100歳まで元気に予作を続けたいなと思ってます。皆さんも一緒にやりませんか。はい、私たちはね、東京どこだいって言われたんですよ。牧島市なんです。水、地下水を飲んでます。それと自然は、まあ、緑が多いって言うんですけども、最近はちょっと緑が少ないので、ここには完璧に負けます。緑はね、大切ですので、緑の方は負けちゃいますけど、水は地下水を飲んでます。東京では昭島だけなんですよ。はい、ということで、みんな長寿を目指してよそくいを楽しんでおります。さあ今日も、昨日はね、ピーマンの焼きピーマンを食べたんです。すごく美味しくってね、今まではピーマンは肉詰めしか食べなかったんですけど、二十何年間通って初めて焼きピーマンというのをいただきました。本当に最高に美味しいです。皆さんピーマン買ってみて、はい、ぜひ焼きピーマンやってみてください。はい、本当誰でも食べれます。何も味付けいらないそうです。焼けばいいだけです。はい、そのエネルギーも昨日いただきましたので、今日そのエネルギーを存分に発揮して、全部エネルギーをここに置いていって、また新たにお客様からエネルギーをもらって帰りたいと思います。よろしくお願いします。5000円よろしくお願いします。それでは踊り子たち、元気笑顔の絆たち、夢と希望を胸に心一つに、さあ
東京カペラの皆さんでした。続きまして